こんにちは。アニメアニメ編集部の高六です、はい、アシスタントの吉成ゆきです、はい、今回はちょっと雰囲気違うんですけど、はい、見ていただけましたか、あの動画。イエーイ。はーい、いや頑張りましたよ。頑張りましたよ。踊りましたよ。踊りましたねえ、はい、頑張りました。でですね、今回はちょっと特別編ということで、うん、あの踊ってみたの裏側をちょっと皆さんに見ていただこうかなと思います、はいはい、このポーズがね、はい、できるようになった裏側を、はい、ぜひぜひニンニンと見てください。どうぞニン。普通に踊れますか皆さん。じゃあそこそこ練習は皆さんしてきてるので、はい、じゃあ一旦見てから見てから見てからじゃあ行きます。せーの、およひふみよいつでじゃ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 んに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 んでにんじゃでかい手裏剣戦隊にんにんだわっしょーい。あ、完璧ですね完璧でした大事なのは指が2本2本です。あ、2本よかった。右手が上、右手が上で、指が2本上で、そうそうそう、はい、なんで、はい、そこを守っていただければ正解です、はい、あと、なんじゃもんじゃ忍者で、もうこれがもう結構斜め上あ、なんにした方が、あの、なんだろう、印象がいいっていう印象がいい斜め上意識しすぎると顔にかぶっちゃうんで、顔にかぶらない程度にこうが一番いいですね。顔、耳の横に腕が来るぐらいの感じが多分一番理想かな。あとすごい、あの、ここがすごい良かったですね。体がもう、今できてたから。あと最後の手裏剣センター E のポーズが、人それぞれでいいなと思ったんですけど、僕がよくやってるのは、ラッキー池田さんだったら手裏剣センターパンで、この横位置なんですけど、で、スーツアクターの方がやると、手裏剣センターパンで後ろに。かっこいい。これが印象的に違うんですよ。かっこいい。どっちか。横か後ろ、そう、後ろがいいじゃないですか。後ろで後ろでもう体めっちゃ動きたから、まあ一番スタンダードのところが一番これから着きやすい。どっちがいいですか。後ろでしたね、結構。さすが後ろ、せっかくなんで顔があの風に後ろに行かない方が、ね、せっかくだから顔を決めつつ後ろ、そうで、意外と大事なのが、後ろにやってたら、ここがおろそかになるんですけど、ここがダサいと、ダメなんですよ、意外と。なんか乗っけてる。このまま、ここまで来たら、ここから固定なんですよ。ああ、そっか。固定して、パッて上に出すだけ。フラットならない。最初は、よーって始まって、なんかそこちょっと取りづらいじゃないですか、リズムとか。あんま気にしないで、まあ、一瞬これでいいや、みたいな感じで、そんなに。意識しなくても結構大丈夫です。僕もよく間違えます。たまに今始まったみたいな時もある。今からみたいな。カメラ目線で楽しく笑顔で。はい、カメラ目線で楽しく笑顔で。はい。では流します。楽しく笑顔でいきましょう。シュッシュッシュッ